渋川源氏渋川源氏から1926年4月9日は、明治期に活躍した、ジャーナリスト、追筆家、俳人、佐賀県出身。本名、渋川隆二郎。他に、やぶやむくの筆名を用いる。佐賀県岸間郡西川のボ村小田寺出身。長崎商業を卒業後、法律家を志し状況。 ドイツ学協会中学校及び国学院で学び、東京法学院に進み卒業。高等文館試験に合格し、福島県岩木市大落裁判所の裁判官となる。その後、陸軍法務官として、熊本県の第六師団に勤務。熊本時代には、夏目漱石を主催に、寺田虎彦、栗屋川チエラが起こした、俳句結社紫倉忍者に参加。 宗席が英国留学で不在時には、池松内又たらと紫倉銀社を支え、帰還し、銀乱を創刊。熊本の俳句文化の基礎づくりに貢献。日露戦争で従軍法務官として満州に出征した際、東京朝日新聞特派員の湯げ誠一と親しく、なり、東京朝日新聞に現地留保を寄稿するようになる。それらの文章は、 従軍三年という書物にまとめられ、評判を呼ぶ。湯下田の推薦で、熊本出身の池部散々主筆に壊れ、1907年3月、東京朝日新聞へ入社。夏湾社会部長として、斬新なアイデアを次々に出し、記事の行動大化や、社会面の一新、家庭欄の充実を図る。取材法や、記者養成システムを、現在につながる方法に革新。 熊本時代の地域であった夏目漱石を社員として東京朝日新聞にへ招くことに尽力し構成係だった石川拓木を抜擢して朝日花壇を創設。拓木の歌集一役の砂にはやぶのむくじの筆名で序文を執筆している。1910年中央大学に新聞研究科が設置された際、会社の同僚で親友でもある。 杉村祖人館とともに中央大学学院として同研究科の講師を務めた。名社会部長として新聞制作の近代化に普及の足跡を残すも性格的に見解なところがあり、頼みの池部散々も不祥事の隕石で辞め、社内で孤立。自身の離婚問題なども重なり、1912年11月に東京朝日新聞を退社する。以後は、 フリーランスとなり、分泌活動で生計を立てる。しかし、晩年は、貧苦と病気により、寂しいものであった。ありがとうございます。